キュリ嬢先輩どうしてここに。君らと同じさ。先生、事情を伺いに参りました。山岸風花という生徒について。違うの、違うのよ。こんなことになるなんて思わなかった。風花、あれ、あなた確か前に。山岸をどうしたんだ。おいおい、キリジョー君、そんな言い方ないだろう。森山も困ってるじゃないかね。なあ森山、話したくなければいいんだぞ。お前が余計なこと言って山岸が変に思われてもいかんよ。風花ってさ、ちょっとつついただけでいつも世界の終わりみたいな顔すんだ。すぐ分かったよ、こいつ優等生のくせに根っこあたしらと同じだって。どこ踏んづけとけ立てないか、私には丸分かりだった。だからあの日もほんの遊びのつもりだったの。5月29日、風花を体育館に連れてって外から鍵かけて。ちょ、おま、閉じ込めたっつうことかよ。夜中になって自殺とかされるとまずいからってマキが一人で学校行ったんだ。でもマキ帰ってこなくて、翌朝校門で倒れてるのが見つかったか。風花を出さなきゃって体育館行ったらまだ鍵がかかったままで、やばいってすぐ開けたんだけど、そしたら風花消えちゃってて、私らみんなビビって次の晩から夜な夜なあの子を探しに行ったの。でもその度行った子が帰ってこなくて、みんな次々巻きみたいに。なるほどな。ところで連日の山岸風花の欠席を先生は病欠と届けていらっしゃる。だが実際は行方不明で、先生はそれをご存知だったはずだ。どういうおつもりです。何を言ってる。生徒のためにしたことだよ。みんないろいろ将来のために都合があるんだ。子供の君らにはわからんだろうがね。失踪して警察沙汰になる問題児などご自分の組にはいないということですか。本人のためだ。こんなことで学歴に傷がついてはいかんだろう。親御さんもそういう話で納得してんだよ。方針のためには教職の本分すらも捨てるか、ゲスめ。いや、そんな風に言わなくたってさ。病院へ運ばれた君の友人について何か気づいたことはないか。どんな細かなことでもいい。声だ、自分を呼ぶ声。そうだ、みんな病院送りになる前の晩、そういえば同じこと言ってた。君の悪い呼び声を聞いたって。声？先輩、もしかして今回の事件って。間違いない、奴らの仕業だ。誰が影時間に落ちるかを事前に知る方法はないとされてきたが。なるほど、声か。つまり影時間へは落ちるのではなく、奴らによって落とされるということだな。実際の被害を目の前にすると思い知る。奴らは確かに人間を狙っているんだ。シャドウ、紛れもなく人類の敵だ。今夜は私たちの寮に泊まるがいい。それが一番安全なはずだ。もしも声を聞いてしまったらすぐに教えるんだ。何かに呼ばれたように感じても決して部屋から出るな。これさえ守れば君は助かるだろう。そしておそらくは山岸風花もな。風花。それから伊織、竹葉、放課後生徒会室に集合だ。そこで今夜の作戦について説明する。今夜すか。今夜山岸風花を救出する。おそらく彼女はまだこの学園から出ていない。わかりました。今夜この学園への潜入作戦を行う。目的は山岸風花の救出だ。あの、いまいちわかんないんすけど、山岸って学校の中にいるんすか。しかもなんで夜に。0時になっちゃったら学園は。その通り、山岸もそうやってタルタロスに迷い込んだんだ。じゃあまさか山岸さんと体育館に閉じ込められてからずっと。そうだ。そんな、10日も前の話じゃないっすか。それどう考えても。いや、帰還するのは早い。タルタロスは影時間の間しか現れない。なら山岸風花は日中はどこにいると思う。言われてみれば。こいつは仮説だが、おそらく山岸は
あの時からずっと影時間にいるんだ。つまり10日といっても、山岸にとっては影時間を足し合わせた分しか時が過ぎてない。生存の可能性はある。おお、マジっすか。あ、でも影時間って慣れた俺らでもいるだけで結構バテるじゃないっすか。あれを10日分ぶっ通しってのは。そういえばそうね。それにたとえ見つかっても場所によってはたどり着けるかどうか。ならこのまま見殺しにするのか。方法はある。山岸と全く同じ方法で中に入るんだ。同じ場所へ行ってレイジを待つ。そうすれば短時間でたどり着ける。その方法大丈夫なんですか。正直に言えば私はこの作戦にはもろ手を挙げて賛成はできない。最悪二重遭難という可能性もある。しかし助かる可能性があるのに放っておくなんて俺にはできない。後悔したくないんだ。お前らが行かないなら俺一人で行く。先輩。分かった。危険は承知だがこのまま放置するわけにもいかないからな。そうですね。やってみないとわからないし。よし、夜の学校に侵入か。そうと決まればあれだな。あれ？理事長に連絡が取れない。まあいいんじゃないですか。一つだけ面倒はな。理事長の口添えがないとなると夜の学校にどう入ったのか。それご心配なく。そのことなら仕込みが済んでます。仕込み？爆薬か。いいだろう、今回は任せよう。時間が惜しい。出るぞ。爆薬？いや、ああ、鍵開けといたってだけなんだけど。すんなり入れたっしょ？俺って、なんつうか天才？自慢するほどのこと？昼間のうちに鍵を。ブリリアント。グッジョブ。時間が惜しい。行くぞ。あの人何なの？ブリブリとかって何？どういう意味？日本人は日本語使ってほしいよな。電気つけましょうよ。怖がっちゃってまあ。怖くないっつの。アホか。アホはないっしょ。騒ぐな。この時間は主電源が落ちてる。それに暗いままの方が都合がいい。なんかコソコソしててやだな。まずは体育館の鍵を手に入れるぞ。職員室か公務員室にあるはずだ。2年の君らは職員室を当たれ、私たちは公務員室を回ろう。その後で1階の玄関ホールに集合だ。いいな。職員室のガサ入れか。テストの問題とかあるかも。俺も職員室にするかな。公務員室より面白そうだ。私の目の前で不正の算段か。事実なら処刑だな。嘘に決まってるじゃないですか。やだな、もう。誤解するな。面白いと言ったのは可能性が高そうだという。言い訳はいい。それより公務員室へ向かうぞ。伊織、君も私と来い。じゃあ私たちも行こっか。
か聞こえない？私たちの他に誰かいるの？とにかく隠れよう。警備の人か、脅かさないでよ。ないでしょ。犯人は幽霊なんかじゃないってもう突き止めたしね。それにね、幽霊なんてね、言うほど怖いってわけじゃ。携帯？私の？しかも迷惑メールだし。でもさ、普通びっくりするでしょ、いきなり鳴るんだから。ちょ、ムカつくな、そういうの。体育館、体育館、もう暗くて字がよく見えないな。この鍵に何て書いてある？何言ってんの？それって怖がらそうとしてんの？あのね、覚えとくよ。いつか復讐は果たされるんだから。ってよく見たら体育館の鍵じゃないの。さあ戻りましょう。待ち合わせ場所は玄関ホールだよ。鍵はあったか？ゲットしてます。途中なんか聞き覚えのある声でギャーッとか聞こえたけどな。ちょっ、え、適当言ったのに図星？喧嘩売ってる？騒ぐな。よし、改めてチームを2つに分ける。3人がこのままタルタロスへ突入、私とあと1人が外でスタンバイだ。影時間に入ったら私が位置を割り出す。俺は突入組に入る。それとお前も来い。また仕切り役をやってもらう。じゃあ3人目は私で。タイムタイム、ゆかりっち。ほら、俺前にモノレールの時実力出せなくて迷惑かけちったじゃん。恩返しっつうかさ、おめえ挽回させてくれよな。は？変な見えはんないでよ。それとおめえは返上。そういうことならおめえ返上させてやる。突入は男3人でやろう。よろしくっす。なんだタケバ、ミズルと2人きりは苦手か？いや、そんなことないですよ。そろそろ時間だ、行くぞ。私、そっか、私、結局一人なんだ。ふうか。え？これ、やだ！やだよ！呼んでる。そうだ、学校。学校行かなきゃ、謝らなきゃ。なかなか連絡がないな。通信の感度は最大なんだが。そういえばあの森山って子、寮に一人きりで大丈夫ですかね？正直を言えば、影時間に絶対安全な場所などない。だが、ここへ連れてくるわけにも、彼女のためだけに一人割くわけにもいかないだろう。そうなんですか。でも、山岸さんの救出にはこうして全員で、
私だ。今そちらの位置を確認した。思ったより上だな。通信がギリギリだ。それより三人とも無事か。秋彦、おい。通信圏外とかですか？なんか心配ですね。目が覚めた？君の部屋の外で会うのは初めてだね。大丈夫、すぐに会えるよ。でも今はゆっくり話していられない。今夜君にやってくる試練はどうも一つじゃないみたいだ。とにかく急いだ方がいいよ。彼女が待ってる。今の君たちには必要な人だ。じゃあまた会えるといいね。Yeah!
ようやくお出ましだよ。心配したぜ、タグ。今後はこういう入り方は無理だな。ああ、つうかさ、お前ここ来る途中に声聞かなかった？なんつったらいいか。誰？人なの？わっわっ、この声、つか、後ろからか？あ、山岸風花か。あ、はい。おお、生きてた。すっげえ。もう大丈夫だぜ、俺ら救助隊だからさ。よかったな、俺たちと一緒に来い。ありがとうございます。私俺の判断は正しかったな。ミツルに連絡を入れとくか。ここ一体どこなんですか？私学校にいたはずなのに、なんでこんな。その話はちっと長くなんな。戻ってから説明するっす。ミツル、聞こえるか？やっぱりダメか、ノイズがひどいな。ああ、怪我とか大丈夫か？つうかここ、化け物出るだろう。じゃあやっぱり、ここ何かいるんですね。今のところ、なんとか見つからずに済んでますけど。見つからずにって、一度もか？どうやって？なんて言ったらいいか、居場所がなんとなくわかるっていうか。わかるって、なんだそりゃ。女の勘ってやつ？ミツルと同じ力か。いや、それ以上かもしれない。あいつのペルソナは、本来は戦闘タイプだからな。ペルソナ？これを持っていてくれ。え、これって、ピストル？お守りのようなものだ。弾は出ない。お守り？よし、急いで戻るぞ。月でか、明るってか、こんなギラギラしてたっけか。月の満ち欠けはシャドウの調子に影響するって説がある。もっとも人間も同じだがな。ユカリッチがプリプリしてたのもお月さんの影響すかね。モノレールの時も丸かったし。前も丸かった。なんすか。おい、4月に寮が襲われた日、月を見たか。今日が6月8日、モノレールで戦ったのが5月9日。寮の襲撃は4月9日だ。全て満月だ。ミツル、聞こえるか？おい、聞こえているのか？返事をしろ、ミツル。ミツル、おい。何これ、今までのよりずっと大きい。しかも人を襲ってる。なんすか。分かるように説明してくださいよ。出たんだ、おそらく奴らは満月に来るんだ。急ぐぞ。ちょっと。シャドウのキー反らさないと。分かってる、貴様らの相手はこっちだ。アキヒコ、気をつけろ。こいつら普通の攻撃が効かない。風花、バカ、なぜ来た。まさか森山さん。逃げて、ここは危ないから。私、謝らなきゃって。おい、危ねえ。森山さん、私が守らなきゃ。山岸さん、ペルソナ。思った通りだ、ミツル。バックアップは彼女が代わる。こいつらは俺たちで片付ける。
してください。私が敵の弱点を調べてみます。わかりました。少し時間をください。弱点がいくつかありますね。私にこんな力があったなんて。わかりました。少し時間をください。待っていた。仕掛ける。心配ない。ふうか、あんた、怪我はない？うん、よかった。ふうか、心配ない。疲れがたたっただけだ。ふうか、ふうか、私。今の2体のシャドウはどこから？外からだ。寮やモノレールに出た時と同じだ。そうか。っていうか森山さん、影時間とかシャドウとか全部見ちゃって、これから。いや、彼女は俺たちとは違う。影時間の嫌な思い出は記憶に残らない。それにシャドウの声を聞いたはずが、結局こうして無事でいる。再び落ちることはもうないだろう。でもそれ、山岸さんが恩人だったことも忘れちゃうってことですよね。そんなのって。いや、そうなっても案外大丈夫かもしれない。ごめん、ごめんね、ふうか、ごめんね。自分がどうすべきだったのか、彼女はもう分かってるようだ。